はいどうも皆さん、初めての方ははじめまして、四季島と申します。というわけで今回やっていくのは千年戦争アイスで、今回は、復刻大討伐の妖魔の逆襲の新旧 EX の方をやってみました。いや今回のね、新旧 EX ちょっと厳しかったです。なんかね、普段の新旧 EX と比べると難易度高めだったような気がしますね。3パリンか4パリンぐらいしてしまいましたね。あの大きな目玉もそうなんですけどね、あのボスみたいなでかいやつもそうなんですけれども、個人的にはね、あのその小さいやつ、小型のやつの方が相当きつかったですね。ダメージ相当食らいますからね。なのでその処理に相当困ったというところがありましたけれども、なんとかなりました。そのなんとかなったというのもですね、今画面に映っているユージェンです。今回の MVP はユージェンですね。ユージェンはですね、あの長らく英傑ユニットの中でもね、外れ枠なんて評価されてたじゃないですか。まあ確かにそうなんですよ。それこそね、もうソラスとか、あとはアンブローズとか、そういった人たちと比べてしまうと、どうしてもね、もう一歩も二歩も劣ってしまうかな、なんて思ってしまってはいるようなユニットでした。私がね、初めて引いた英傑ユニットでもあったんですけれども、まあ微妙な性能だったので、まあ長らくお蔵入りはしていましたね。ただですね、あの度重なる調整の結果、第一線を張れるくらいには強くなりました。さすがにね、まあ、ぶっ壊れとは言わないんですけれども、かなり便利なそういった方向での英傑ユニットになったかなと思います。まあ本当にね、今回ももう MVP ですよね。新旧 EX のね、 MVP に輝くくらいには本当に便利キャラにはなりましたね。今回はそんなユージェンの、奮闘プリを見てもらいたいです。なので、これからね、そんな攻略動画を流すんですけれども、まあ参考程度にご覧ください。というわけでどうぞ。
とまあこんな感じでした。やっぱり強いですね。あの長射程でしかも任意の、ね、敵を鈍足し続ける、しかも貫通なので相手が防御力があろうと、まあ、魔法耐性があろうと、とりあえず一定のダメージを叩き込み続けることができると、本当にこの辺りも便利ですね。まあね、確かにターゲットトークンですが、ターゲットトークンを置くのはまあめんどくさいっちゃめんどくさいんですけどね、しかもあれっていわゆる放置ですか、放置ができない要因でもあるかなとは思うんですけれども、まあ私自身ね、そんなに放置とかはもう最初から考えてないんでね、もう脳みそが鉄なんでね、まあなのでね、こういう新規 EX のようなエンドコンテンツみたいなねマップだとやっぱり、ずっと見て操作する必要があるので、まあ、そのあたりに関してはユージェンが出てきても、まあ、問題はないかなと思います。本当便利便利キャラ、もう調整されて便利キャラになりましたね、今回はそんなユージェンが輝いたマップでした。というわけで今回の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。もしよろしかったらですね、チャンネル登録高評価の方もよろしくお願いします。それでは四季島でした。